井上聡くん。え、日本共産党の井上聡です。今日は参考人の皆さんありがとうございます。まず内田参考人にデジタル貿易協定に関連してお聞きいたします。あの、まあ全体としていわゆる巨大プラットフォーマーに非常に有利な中身になったんじゃないかと思っているんですが、あの昨年12月に USTR があの設定公表したまあ獲得目標をすべて実現する中身になっていると思うんですね。先ほどのあのアルゴリズムの開示要求の禁止は あの話になってますが、例えば、オンラインプラットフォームの民事責任の制限というのが入っておりますが、これなど、むしろあのアメリカの国内では、むしろこの見直しを求める声もあったと思うんですけれども、まあ、そのあのどのような状況だったかというご紹介いただきたいのと、にもかかわらず、こういうものが盛り込まれたあ、まあ、背景というか、理由について、まずお願いします。 岸田参考人はい、ありがとうございます。えっと18条のですね。コンピューターを利用した方向サービスという件ですね。で、あのこれはのまさにですね。まあ、プラットフォーマーというのは、その、えー、インターネット上の。 掲示板ですとか SNS であるとか、まあ、そういうところのを運営する企業のことを指すわけですがあのこれ、アメリカのです、ねえー、通信品法という国内法がありましてその中で,です、ねまあ、ずいぶん前からあーこのプラットフォーマーの責任をです、ねえーまあ、免除するというつまりひどい書き込みですね誹謗中傷とか人権侵害とかそういった書き込みを誰かがやってですね それが誰かを傷つけるということがあっても、掲示している場であるプラットフォーマーに責任がないんだということでして、まあ、この規定があることによってです、ね、やはり GAFA、えーまあ、と言われるです、ね、企業を含め、あの発展してきたと言われています。ただ、あの非常に面白いというかです、ね、今、議会の中で先ほどちょっといろんな意見を紹介しましたが、このデジタル貿易協定の,この18条の規定ですね。 これに対しての異論はたくさん出てきていて、これ削除すべきだというような意見まで議員から出てきています、なぜならば、ですねやはりこれだけフェイスブックやいろんなものが広がって、ですね日々人権侵害が起きている犯罪行為、児童ポルノ、たくさん問題があるという中で、ですねプラットフォーマーに一定程度のです、ね、責任をやはり課していくべきではないかと。 いうまあ、非常に新しい議論ですけども起こってて米国議会でもこれ議論されてるんですねあの、えー、通信品法を変えようと国内法を変えようとでそうやっている議論しているまさにその時に国内法よりも優越する条約でですね日米デジタル貿易でそれもう全部面積しますと決めればですね国内の政策スペースはもう狭いまま規定されちゃうんですねだからあのこれまずデジタル貿易 条約はあのから削除せよとでこれは私だんだんアメリカの中でもこの議論盛り上がってくると思っていますですから日本もですねそういうあの公共政策スペースをまず条約でこうガチッと決められてですね後になってそこが自由に聞かないというようなことに陥る懸念を私はしております委員長井上君あのもう一点ですねあのこれがそのま欧州とかアジア諸国のまあいろんなあこの 考えていいいいる制度ととの違いっていうことをおっしゃいましゃまたあの例えば越境データの移転制限やコンピューター関連設備の利用設備の,あの利用設置の禁止などなどあると思うんですがあの具体的にその欧州やアジアとですねが考えてるものとどこがどう違っているのかあそしてその中でこういうものが先行して決められていくあのやられていくことがどういう問題をもたらすかその辺もお願いしたいと思います。 ちょっとすごくあの説明が長くなるので、大変、発しょっていうと、ですね私は今、世界に4つのタイプのですねデータの移転に対しての4つのタイプがあると思ってます。1つは今回の日米デジタル貿易協定のように、基本的にデータの移転を自由にしようというタイプですね、それから EU は割と人権という観点からですね、プライバシー保護、だから、あの日 EU の協定の中で、 データの自由な移転というのは、規定してないんですね、合意できないんです、EU は、そんな自由にしちゃいけないという考えがあるので、でもう一つは、ですねやはり中国ですね、まあ、国家で全部抱えて、ですねそれを使うと、で透明性は低いと。 これはこれで私、問題がいっぱいあると思いますけれども、そういうところそしてもう一つはです、ね、今、インドやインドネシア等の新興国で,で、ね、割とそのデータローカライゼーションだったり、それからデータの移転の部分的な禁止というです、ね、まあ、これ、保護主義と称するのは私は異論があるんですが、そういう守るというです、ね、国民の利益を守るという観点からですね。 えー、ありますだからその4つがこうそれぞれにあってですねあるとでこれがですねあの日米のデジタル貿易協定で一番その自由なルールを作ったからといってその他のところがですね早々に合意すると私は思っていません、まあ、そこれは先ほど述べたとおり、えー、ですで,あのですから日本においての問題はですね、まあ、難しいのは日本はすでに非常にその自由なルールを国内法的にも設定してしまっているので デジタル貿易協定を今回批准したからといってですね、何かが変わるということはとりあえずないわけなんです。ですからやはり今後で,でもですね、やっぱりあのデータの自由な移転はですね、国境を越えた移転はもっと規制しようよと EU のような形でですね、思った際にはこの協定を合意している限りですね、まあ、米国との間という限定付きですけど、まあ、協定を変えない限りはですね、やはり難しいという。 あの自分たちの政策の変更余地というのが限定されるというふうに思っています井上聡君ありがとうございました続き,続き参考人にお伺いいたしますけれどもあの今後の再交渉の一つの焦点が、まあ、食の安全の問題になると思うんですねあの先ほども少しこの間の日本の規制緩和の話がありましたけれども、まあ、今後アメリカが非常に強い要求をしてくることが予想されると思うんですが、まあ、その辺のです、ねえー、恐れ そしてまあ政府はいや国益に反する合意はしないとこう決め文句なわけですけど、この間の経緯を見ますと、その辺んのまあ懸念というのはどのようにお考えでしょうか鈴木参考人。食の安全はですねあの日米交渉の中でも重要な部分の一つで、アメリカからのいろんな要求がすでにございまして、その中で今、すでに2つですねあの進行している大きなものが、 あの先ほども少し申し上げました BSE ・狂牛病の輸入条件、これを TPP12 の時に日本は TPP に参加したいならば20ヶ,月20ヶ月例に抑えているものを30ヶ月例まで緩めるようにと事前に言われましてそれを緩めました、で30ヶ月例になっていたものを今度は撤廃するように要求が続いていた。 そういう中で、まあ、食品安全委員会としては、えー、b s についてアメリカは一応表向き正常国になってるのでこれを言われたらやっぱり撤廃しなきゃいけないということで準備を整えてそれを発表するタイミングを待ってたとでこの日米交渉が始まってまあ、国民に対してはこれはアメリカのためにやったとは言えませんけども5月17日にそれを 撤廃したというのは一つの日米交渉の中での成果であるというふうに私は認識しております。で、次に出てくるのが、まあ、日米レモン戦争でもあ話題になりました、えー、レモンとかにかかってるその防カビ剤ですよね、これは収穫後農薬で日本では禁止ですが、アメリカから運んでくるのにかけなきゃいけないと、食品添加物という無理やりの分類で、まあ、日本は結局認めたわけですけども、そうすると、今度は、 レモンのパッケージに今ざりるとか書かされるのが不当なアメリカ差別だからこれをやめるようにということでこの表示を撤廃する交渉がまあ今進んでいるとおそらくこれは早い時期にこの件について何らかの,あの回答を日本は出さざるを得ないのではないかとまあそのような形でいろんなリストが上がっている中で次々と食の安全基準をまあ緩めていくというですねえ交渉が今後とも続くのではないかと。 それから遺伝子組み換えの表示の問題とか、そういうものもすでに進んでますので、そのあたりについてのさらなる要求ですね、えー、こういうものがあのまだこれから、えー、第2段階の交渉の中でも、ですね、えー、継続的に出てくるのではないかというふうに懸念しております委員長井上聡君。あと時間がありませんので、簡潔にあの。農産物についての政府の影響資産に非常に問題があるということも書かれてますけど、その点、お願いします。鈴木参考人、えーえー、と政府の資産はですね 価格が仮に下がっても、関税を撤廃したりして、その分については、必ずその差額を補填するか、あるいは対策を打って生産性が向上して、その分はなんていうか、相殺されると、そういうもとにですね、結果的には生産量も所得も変わらないということを前提にして計算しておりますので、正確にない意味での影響資産ではないと、影響がないように対策をするから、影響がないと。 まあ言っているような形になってしまっているというのが一番の大きな問題ではないかと思っております。ありがとうございました。い,いや、よ一君ちく、えー、沖縄の風の井上ようです。まああの長参考人、鈴木参考人、伊藤参考人、本日本当にありがとうございました。まあ時間がかられておりますので。